どうも、ゆきおでございます。さあ、今日もね、お手軽なに本格的、本格的なにお手軽なクッキングをやっていきます。何をやるのかというと、はい、これです。いや、もうさ、どんだけオートミールやるのって思うじゃない？思ってるでしょ？やっちゃうの？またちょっと買ったからやっちゃうの、オートミール。めっちゃね、すごい量だから消費していかないと。ということで、ちょっとね、新たなレシピ、まあ新たなっていうか、まあ前から食べてはいたんだけど、もう一個ちょっと、紹介したいレシピがあるので、やっていこうと思ってます。それが、オートミール中華粥。あんま変わんないんじゃないみたいな感じかもしれないけど、違うんですよ。中華だからね、今回はね。なので、ちょっと中華風な感じのオートミールのレシピ、おかゆみたいなやつ、やっていこうと思いますので、ぜひよかったら、最後まで見ていってください。それでも、レッツオートミール。はい、それではやっていこうと思います。まずはね、ちょっとね、このお鍋の中にスープを作りますね。まず、お水を入れましょう。ワンカップと、ちょいぐらいかな、入れよう。ワンカップちょいぐらい入れて、まず鶏ガラスープを、まあ、小さじ1/2ぐらい入れましょう。はい、ガラ1/2。よいしょ。ほいっと。はい、そんでね、あとは生姜を入れるんだけど、ちょっとね、生姜切らしちゃってまして。なので、このシンプルガーリック、ジンジャーの、生姜のパウダーはちょっと入れるぐらいにしましょう。はい。ほい、ほいのほ、ほ、ほいのほい。このぐらいかな。まあ、お好みで。で、まあ、スープはこんな感じで、もう火つけちゃいましょう。で、その間に、ネギちゃん切ろうかな。取って。ちょっと分厚いかな。はい、そしたらなんか簡単に白髪ネギっぽい雰囲気のを作って、半分をちょっとトッピング用にして、で、半分はちょっと中に入れるように、もう少し細かく切ろうかな。はい。みじん切りみたいな感じで。よいしょ。スープが沸騰したので、もうちょっと鶏肉そのまま入れちゃいます。ポイーンと。よいしょ。よいしょ。まあ、ネギも入れちゃおうかな。切っちゃったから。よいしょ。よいしょ。入れて。で、鶏はね、ちょっと、火が通ったら、出して、裂く感じにしますので。よしよしよし。そうすると、鶏の出汁も出るからね。一緒にね。よし。椎茸はもうなんか、千切りっていうの薄切りか。なんかね、お好みです。すべては。お好みちゃんで丸々一個入れちゃう？贅沢に。結構ボリューミーな中華麺だよね。いいね。いや、こんなんで。よし、椎茸ももう入れちゃおうかな。先に入れとこう。やってこう。よし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 。もうささみが見えなくなっちゃった。大丈夫かな、ささみちゃん。1/2ぐらいかな、カップの。まあこんなもんかな。 OK、 こんな感じでね。はい、1/2でございますと。はい、じゃあささみに火が通ったので取り出しましょうか。よいしょ。ほいっと、ほいっと、はい、 OK。 あー、ダメでーす。 OK じゃないです。すいませんでした。はい、 OK でーす。はい、そしたらもうこちらのスープの中にオートミール入れていきます。よいしょっと。はい、 OK。で、まあここもどのくらいかな、柔らかくなるぐらいまでだから、だいたい5分から10分です。ほぐすじゃないや、ほぐす違う、裂いていきます。よいしょ。あ、ちょっと、やばい、ちょっと待って、あ、ちょっと熱かったかな。あ、ちょっともうちょい待つ、ちょっともうちょい待とうか。ね、もうちょい待とうかな。よいしょ。そう、こんな感じで、あ、もうちょい待ちます。あっち、なんかもっと綺麗に裂けそうだったけど、なんかあまりうまくいかない。これは俺が悪いのかな。 OK、 いい感じになってきたので、ちょっとここで味付けましょう。まあ、塩と醤油もちょっと入れるかな。まあ好みだね、本当に。まあ本当に俺そんなに濃くしたくないから、ちょっとでいいんだ。これ1/4のさらに半分ぐらいかな、塩。はい、ポコンと入れて、まあ、醤油もちょこっとだけ入れるかな。香り付きみたいな感じ。はい、もうこの入れたか入れてないか分かんないぐらいだけど、はい、こんな感じかな。
よし、オッケー、いい感じかな。ちょっと味見てみようかな。失礼します。よいしょ。うん、味見も大丈夫でした。オッケー。はい、じゃあ盛り付けです。もう盛り付けっつうのも別にこれおこのお椀にやるだけだけど、よいしょ。ポコン。あ、やばいやばい、危ない危ない危ない。椎茸が逃げるところだった。よいしょよいしょ。ほいっと。なんか量そんなに、なんか量こんなもんだっけ。なんかもっと多くなるかと思いきやこんなもんか。まあこんなもんか。よし、オッケー。そしてここにさっき咲いたささみちゃんたちをちょっとまあこう振らすと。振らして、振らす、散りばめて。よし、そこに、はい、さっき刻んだネギちゃんたちもまあなんかこんなうまい具合に雰囲気で。はい、そしてやっぱ雪男といえばごまだから、ごまもね、やろちゃんと。やっぱ1杯じゃ足らないからね、2杯ぐらいやるのがちょうどいいんだよね、雪男の場合は。やっぱ3杯ぐらい欲しくなっちゃうんでね、このぐらいあってもいいっしょ、ごま。はい、オッケー。ごま油をちょいちょいと垂らそうかな、ちょろっとだけ。オッケーでーす。はい、これで完成だね。はい、ではできたので、食べてみましょう。よし、いただきます。おいし、うん、おいしい。間違いなくおいしい。これもやっぱごま油って無敵だよね。ごま油かけただけでやっぱり魔法のように風味が良くなる。やっぱり鶏の、そしてあの出汁も出てるし、きのこの出汁もあるし、結構ねしっかりと味付けがされてて美味しい。うん、うまいうまい。これは美味しいね。うん、全然オートミールっていう雰囲気じゃなくなってるよ。これは本当におかゆだね。うん、うん、まあちょっと俺はこれごま やりすぎちょっとやってるけど、まあこれも好みだから、本当に具材も結構好み。うん、 OK。 はい、ということで、まあこれもね、あの前やったおかゆとかと結構まあ似てはいるんだけども、でもやっぱりね、鶏ガラとごま油これをやっただけで中華風になっちゃうっていう、まあそういう感じでございますね。やっぱでもあとネギの感じとかがね、やっぱりね。まあ和風でもネギやってたけど。まああと具材はね、まあ、お好みなので本当に好きにやって大丈夫だと思います。まあ意外と生姜が決め手になるところもあるので、まあ本当はちゃんとした生の生姜使った方がいいんだけど、ちょっと今日なかったからこれ使っちゃったけど、まあそういった感じでいろいろ具材を入れてみると美味しく召し上がれると思いますので、よかったらチャレンジしてみてください。はい、ということで今日はこの辺で、お別れいたしましょう。お別れいたしましょう。なんかいつも終わり方がちょっとなんか曖昧になってきちゃってる最近。まあいいや。はい、ということで今日はご視聴ありがとうございました。オートミール中華がゆでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきゆでございました。それでは皆さん、じゃあね、バイバイバイ。生姜麺みたいな人だけど。まあいいや、バイ。